はい、こんにちは。中学受験桜のチャンネルの竹直樹ですえ。今日は偏差値六十五への算数。え今日は、えー、まあ三角形正三角形六十度三十度。九十度,、えー度えーま。そして台形。まあ、そういったものを全部組み合わせてね、えー。解いていくという図形の問題をやってみましょう。 この中学受験さくらチャンネルは私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。さあでは早速やってみましょう。奈良の問題です。正三角形 ABE と台形 ABCD がある。 AD と BC は平行で E は DC 上にある四角形 ABC の面積は三角形 AD の面積の四角倍であるとさあもう一回読みながら、えー、図にいろいろ書き込んでいきましょう正三角形 ABE さあ ABE 正三角形なんですつまり AB=B=AE イコール、B、イコール A、e、ということですそしてここは6 0度、6 0度、6 0度ということです で、ここが30度になって120度になって、ね、台形 ABCD。さあ、AD と BC が平行の台形ですね。AD と BC が平行なわけです。さあ、そうだとすると、120度だったらここ60度だよね。で、そして、えー、E は DC 上にある。 四角形 ABCE の面積は ABCE の面積は三角形 ADE の面積の何倍かということなんですけれどもさあもうちょっと分析していきましょう例えば3060ですからここ90度になるねこれねだここに306090の二等へ直角三角形ができるわけですよ さあ、三十度。六十度。九十度の直角三角形があったら。ね。二対一でしたね。ね、B. C. 対。C. E. は二対一とわかりますよ。ね、で、えー。今度ね。 ここ90、60ですから、これ30度でしょと、120、30でここ30度なんですよ。そうすると、ADE は二等辺三角形とわかりますよね。ね。これ、こことここ等しいわけです。ここと、ここ等しいわけです。ね。さあ、で、えー、あともう一つね。 大事なことは、こさえ正,正三角形でしょでここ90度ですよねここもね,ね。正三角形っていうのはこの E からね ADBC に平行な線を引くとねこれ真っ二つに分かれますよね。ね真っ二つに分かれてこういうふうに E が DC を通るように作ってるわけだからこれ EC と DE 等しいんですよねこれね。 だから BC が2だとすると CE が1になって DE も1になって DA も1になってこれだけ辺の長さが2対1対1対1っていうふうにね綺麗に揃うわけなんですよそうするとね三角形 a d e 二と A 三角形 ADE がこの台形の全体の何分のいくつかもう出ちゃうんだよねさあちょっとこれねゆっくり考えてみましょう さあ、まず三角形 ADE が直接 ABCD の何分のいくつかっていうのはすぐには出ません。えー、補助線引く必要があります。えー、だけどもだ上底と下底のえ比が1対2だって分かってますから、A と C を結ぶとね、三角形 ADC は、 台形 ABCD のこれ上件1仮定2ですからねえー、面積比は1対2ですよねこれね面積1対2ですよつまり3分の1なんです台形の3分の1なんだよねでしかも今度3分の1って分かったらこれがねここ1対1なわけでしょ そうだとすると、この ACD の半分ですよね、AD っていうのは。だか,かける2分の1。つまり三角形 ADC は、大形 ABCD の6分の1倍ってことです。だから、ここ6分の1なんですよ。ってことはね、えー、四角形 ABCE が、 ね、は台形を台形をこれ1とするとねこっちは6分の1なわけですからこれ6分の5でしょ1引く6分の1の6分の5になりますですから三角形 ADE 対四角形 ABCE の比は 6分の1対6分の5になりますから1対5ですね。ADE を1と置くとねこの四角形 ABCE は5なわけです。ですから答えとしては a b c の面積は ADE の面積の何倍ですかですからこれ5倍なんだということが分かりますよね。 えー、まあここに正三角形とかね、二等辺三角形がすっぽり入ってるとね、ここから上ここから下のね、えー、高さが同じっていうのは結構出ますよねそれに気がつけるといいですねいいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう